シェイクアップしてきたんだ。ディス、ブラケです。今日はですね、100日後にベタなれになるギャンキーモモンガということで、ジーコちゃんお迎えから80日経ちましたので、そちらのね様子を皆さんにお見せしたいと思います。お迎え初日ね、ジコ池田ジーコちゃんですけど、ここ最近ねだいぶ慣れてきてくれた、映像を皆さんに見ていただいていると思う。ジコちゃんおはよう。ジコおいで。まずはね、毎日朝はミルクを一応あげてます。これはね、ちょっと薄めで少なめなんですけど、コミュニケーションを取るために、割とミルクだとね、来てくれることが多いので、そんな感じでやっております。ジコちゃん、はい。もうね、ジーコちゃん、男の子なんですけども、ジーコちゃんで定着しちゃいましたね。はいよ。最初はね、顔を出してもらうために、ここで、あげて、で、この後ね、手に乗ってきてくれたらいいなということで、いつも、こんな感じで、はい、おいで。結構ね、パッと乗ってこないですね。お腹空いてたりとかするとパッと乗ってくるけど、今日はどうでしょうか。寝起きっていうのもあるのかもしれないですけど。いいよ。こういう時はね、お舐めさせといて、飲めてるんだけど、だんだん実は自分から離れていってるのを装うと、ついついついてこずにはいられないという、そういう作戦でおびき寄せることが多いですね。はい、よじいこ。はい、こんな感じでおびき寄せてます、最近は。ただこのなんかね、70日から80日でなんか特別、今までよりもなんだろうな、すごい自分の中でなんか呼んでくるようになったとか、特別な進歩はあまり感じないんですけど、特別だからって距離が空いた感じもしないんですけど、僕としてはね、呼んだらね、少し出てきてくれたりとかね、してくれたら嬉しいんだけどな。なかなかね、そんな簡単には呼んでくるようにはならないですかね。あと、高いところから飛んでピョーンって、こっちに飛んできてくれたりとかね、ちょっとそれ憧れなんですけどね。でもね、昨日も YouTube ライブしてる時にジーコちゃん出してた時に皆さんね、見てて言ってくれたんですけど、すごい慣れましたねってね、そうやって客観的に見てくれた人たちがすごい言ってくれるとすごく嬉しいですよね。で、ジーコを見て、ちょっとモモンガ欲しくなっちゃいましたとかね。やっぱりそういう爬虫類飼育者の人がね、僕がジーコの動画を出すことでモモンガに興味を持ってくれると嬉しいですね。そうすると、僕がジーコの動画を上げてる意味も少しあるのかなと。逆に今度ね、モモンガ飼ってて爬虫類に興味なかった人がたまたまジーコの動画を見つけてもらって、僕の爬虫類の動画を見てもらって、爬虫類も結構いいじゃんってね、思ってくれたりとかしたら、それが僕としてはね、ジーコの動画を上げてる意義かなと思っております。またあれですね、僕みたいなビビリ飼い主があれだけジコジコ言ってたヤンキーモモンガはね、どこまで仲良くなれるのかというね、この様をね記録することによって、もしね
お迎えして、もう威嚇されちゃって、もうビビり倒してる飼い主さんが、まあ、僕みたいにビビり倒してても、日々接してたらね、これぐらいは仲良くなれるんだよっていうね、ことをね、皆さんに見せていけたらいいなと、このモモンガのなんていうの、知能の高さと言いますか、ね、人に慣れてくれるところをね、本当にでもね、僕もね、それはね、すごく実感してます。すごくこう、頭がいいから、ちゃんと、なんて言うんだろうな、餌をくれる飼い主のことをしっかり覚えてくれて、やっぱりこいつは敵じゃないと思うと、こんな感じでね、手に乗ってきても、そんなに怒ることもないですし、すごくね、そこは、なんて言うんだろうな、距離をある程度縮められたかなと、この今80日経ってですね、思っております。はい、じゃあね、とりあえずミルクあげ終わったので、ジーコちゃんをいつものこちらのポーチに入っていただいて、ちょっともうちょっと近くでね、おやつタイムしていきましょう。はい、ジーコちゃん、ちょっとここ入って、はいよ、はい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 、よいしょ。はい、じゃあね、こちらに、はい、移動してきました。ちょっと今日はね、リコちゃんに、ちょっといろいろおやつね、買ってきたんですけど、曲げてみたいと思います。最近は結構マシュマロとやみつきコオロギが大好きなんですけど、一応ね、この何ですか、このフィッシュスティック。これ結構なんか動画見てると好きな子多いって言って買ってきたんですけど、リコちゃんあんまり好きじゃないんで、ただ、味覚が変わって、来たかもしれない。ちょっとあげてみたいと思います。え、ジコちゃん、これ食べる？これ、いらない。これいらないの。これいらないみたいですね。やっぱり。これ違う。これいらない？いる？いらないね。じゃあ次、この、これも買ってきたんですよ。このオイチーズ、これね、モモンガの絵が描いてあって、チーズ好きかなということで、これはね、ちょっと食べたけどね、食べた時もなんかポーチにポイしてあったんですよね。これはジーコちゃん、ちょっと興味、おお、示してる。どう、これは食べる？あ、食べてる食べてる。よかったよかった。これはまあ食べるみたいですね。どうですか皆さん、もしももが飼われてる方は、なんか皆さんのとこのももがは何のおやつが大好きでしょうか。うちはやっぱりね、マシュマロとやみつきコオロギなんですよね。この後ちょっとあげようと思うんですけど、なんかでもやっぱりマシュマロの時とかに比べると夢中で食べる感じじゃないね、これね。しょうがなく食べてる。でもまあ、そんなことないか。割と食べてるか、ちゃんと。で、なんか一時期ね、ここハゲてたんですけど、また毛がちょっと生えてきたから、なんだろう。なんか新しいポーチとかの匂い付けでやっぱり、こう必死にスリスリしててハゲちゃってたのかな。美味しいね。いつもね、結構やみつきコオロギとあとマシュマロの食べてる動画が多いんで、チーズ食べてるの新鮮だね。すごいすごい持ち方してる、これ。手がすごいっすよね、なかなかね、モモンガね。なんか本当にね、昨日もライブしてて、ジコちゃん見てね、いやー可愛いなって言ってね、ちょっと欲しいなって言ってる人がいて、ちょっと嬉しかったですね。ねえ、あれだけね、ジコジコ言っても、もう毎日ね、僕ミルクあげて、おやつあげて
くだけですけど、これぐらいなんだろう、警戒心ゼロぐらいにはなるので、ゼロじゃないのかな、警戒はしてんのかな、ねえ、よいしょ、はい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 、美味しいチーズ。結構チーズなんかあれかな、ポーチの中にポイしてたからあんまりかなと思ったけど、今よく食べますね。あとはそうだよな、やっぱ大好きなおやつを見つけて名前呼んだらね、そう来てくれるとかね、ちょっとそういう風にしたいな。それがちょっと僕の今の目標かな。朝ね、開けたらこう寄ってきてほしいですよね。今全然寄ってこないもんな、あのポーチを開けてもね、ポーチじゃないか、ケージを開けてもポーチから出てこないですからね。まあ寝てるからっていうのもあるんでしょう。めちゃめちゃ腹減ってるとね、もう飛んで出てきますけどね。今日はなんかモモンガダラダラトークになりそうですけど、まあね、暇な方はよかったらもう聞いてくれるとね嬉しいです。結構ねこれ時間かかるね。はい、じゃあ次はこちらのこれね、はい、これです、やみつきコオロギ。今回黄色のプレーンのタイプを買ってきたんですけど、赤いやつなんだっけ、なんかなんとかベリーが入ってるやつも好きだったんだけど、ちょ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 、ジコちゃんはこれもね、あの好きみたいです。ジコ、はい、おいで、ジコポーチ戻ってきて、はい、ポーチ入って、ポーチ入って、ポーチに入ってください、一回、はい、これ僕もね友達に教えてもらったんですよ。これはねめちゃめちゃ好きですね、ジーコちゃん。めっちゃ笑いながら食べてるめっちゃ笑いながら食べてるもんね、目がね。まあせっかくだからちょっとモモンガについてね、まあいろいろ僕がこの80日間でまあ気づいたことというか、まあ、よく聞かれること、まず匂いがね、どうですかって聞かれるんですけど、匂いはね、やっぱりね、爬虫類なんかに比べると匂いしますね。ただまあ、ある程度モモンガの匂いってなんかペットショップとか行ってるとね、なんとなく想像つくじゃないですか。ただまあ、想像した匂いがするっていうだけですね。ただやっぱり、モモンガ飼っただなっていう匂いはします。なので、その辺は、うちは網のケージですけど、アクリルのケージを使ったりとかして、あとはまあ、掃除できるだけね、清潔に頻繁に掃除をしてですね、極力うんちとおしっこを取れば、まあ、モモンガ好きの人だったら許容できる範囲かなと思います。モモンガ自体はね、そんなにね、モモンガから匂いをするっていう感じではないので、比較的なんていうんだろうな、まあ想像の範囲内というか想像を超えて匂いするってことはないですね、僕の中で。モモンガ飼ったらこんぐらいの匂いはするのかなっていう感じの匂いがしましたっていう感じですね、僕はイメージ的には。特別なんかもね、こう思ったよりめっちゃくせえみたいな感じはなかったです。だから僕はびっくりはしなかったというか、ただね、ジーコちゃんの場合まだね、こうなんだ、多分ヤングなんで、これアダルトになって発情を入って多分男子なのでね、もうおそらくね、これからもっと匂いするんだろうなとは思ってますけど、まあそれはもう慣れるしかないですね。まあでも匂いがするからってね、こうもう愛情が薄れるどころではないと思います。多分可愛くてしょうがないので、腐
臭くても可愛い、それがモモンガだと思います。臭くても可愛いのがモモンガだと思います。もうこのね、食べてる姿見たらもう匂いなんかね、まあ、吹き飛びはしないけどもう我慢できますよね。それぐらいもう我慢できるぐらい可愛いでしょこれ。なんでか分かんないけど上向くけどね。本当に、まあ、僕ちょっとアクリルのケージ使ったことないですけど、アクリルのケージ使えばやっぱり匂いって結構防げるのかな。もしアクリルのケージと網のケージ両方使ったことある人、その辺ちょっと教えていただけると嬉しいです。多分モモンガ飼いたいって言ってる僕の、ね、動画見てる方の参考にもなると思うので、ぜひそれもお願いします。で最後はこちらのなんだミニマシュマロイチゴ、これジコちゃん好きですね。これを揚げて終わっていきたいと思います。あ、ごめんごめん、はい、じゃあ最後ジコちゃん、はいどうぞ、はい、でまあ本当にちょっとこれはやっぱり一番好きかもしれないですね。食いっぷりが違いますね。まあ、とりあえず80日でまあこれね、あのベタなれまではいかないかもしれないですけど、まあ、ある程度ね、慣れてくれたと、捉えてよろしいでしょうか。あとはまあこの先、そうですね、呼んできてくれたりとか、まあ、その辺がね、まあ、僕の次の目標なので、なんとかね、まあ、時間がある時に触れ合いながら、ちょっとね、かやんぽみたいなのとかもね、かやあるんで、しながら、まあ、ジーコちゃんともう少し距離がね縮まったらいいなと思ってるところでございます。はい、というわけで今日はヤンキーモモンガジーコちゃんのお迎え80日の動画でした。もしねジーコちゃん可愛いなと思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。それではまた、ブラケでした。ぜひジーコちゃんへのコメントもお待ちしております。それではまた、バイバイ。